今回は Zoom で参加している時に自分の資料や写真を参加者に見せるのにはどうしたらいいかというのを解説していきます。まずサンプルとしては写真にします。 Zoom に参加する前に見せたい写真を自分のパソコンにアップロードしておきます。これは猫屋さんの写真を、この間行ってきた、うどん屋さんの猫屋さんの、店の写真をこれアップロードしておきます。こうしておいてからズームを立ち上げます。それでズームに、参加したときに、この下に、今カメラつながってませんけども、画面の共有というのがあります。これを管理者に言って有効にしてもらっておかないといけないんですけども、これを左クリックします。すると自分のパソコンの中で今見られるリストが出てきますから、この中でさっきアップした猫屋さんの写真、これを選択してから共有をボタンを押します。するとここに参加者と猫屋さん見せたい写真が出てくるので、これでまあいろいろ話題を提供して、で終わるときはこの画面の共有の停止、これを押してもらうと元の画面に戻ります。簡単ですのでぜひ使ってみてください。